こんにちは。今日も社畜20年の資産を公開していきます。本日は10月14日木曜日です。午後となります。資産総額は6547万9945円。現金預金通貨暗号資産が2370万29円 36%、株式現物が2844万5196円 43.44%、年金が1303万2943円 20.32% です。そして、内訳は後ほどお伝えしていきます。資産推移ですけれども、昨日から比べて100万程度上がっています。これは後ほど言いますけれども、ビットコインと米国株、日本株がともに上昇したのと、あと負債を整理したというのがあります。それでは次行ってみましょう。楽天証券です。評価損益は234万1005円のプラスになってます。前日で言うと48万2455円のプラスということになります。ちょっといろいろ取引をしましたけれども、中身を見てみると日本株ですね、フロンティオを買い増ししています。でグローバルウェイは100株のまま、調子がいいです。サインポストは新規で買いました。で日本ペイメントホールディングスも新規で購入、 MIPOX も新規で購入100株、 NPC も新規で購入、リビングプラットフォームは買い増しを4800株安しています。これが一番、保有しています。でグローバルダイニングも買い増しして1800株、長野ケーキはそのままホールドで、アメリカ株でいうと、エイリスキャピタル、 HDO、 SYD、メインストリームキャピタルはそのままホールドして、アファンホールディングスを若干買い増しで、アップスタートホールディングスは100株のまま、ドクシミティも120株のままです。でアファンホールディングスだけ買い増ししています。ドクシミティはちょっと上向いてきましたけれども、上向いてはきているものの、まだ購入時から比べるとまだ下だということで、まだ含み損になっているということです。という感じですかね。あとは取引履歴を見ますと、まあ、いくつか売買はしていますけれども、レナサイエンスは午前中爆上がりしたんですけど、午後爆下がりして、売却しました。でローツも午前中爆上がりして、午前中午後爆下がりして売却。日実もそうです。セーフィーもそう、ビーノス、アスタリスク、アイティブコホールディングス、MIPOX はホールドしました。キアネット、ウルール、マネジメントソリューションズ、ロボットペイメント、このあたりもホールドしたものの売却してます。でリビロとレナサイセンス、午前中はかなり調子良かったんですけども、結局、アスタリスクもですね、結局午後売却いたしました。日実、アイティビックホールディングスなど午後売却、 PR タイムスも午前中購入したものの午後売却してます。 A バランスは結局全売却しています。でライトアップも売却いたしました。ライトアップは全売却しました。という感じですね。ということで、株式は以上になります。そして、仮想通貨ですけれども、仮想通貨はちょっと上がってきてますね。日時損益は69万7786円です。純資産総額は1802万2539円となっています。ちょっと今揉み合ってる展開です。午前中まで上がってましたね。で損益履歴を見ると、今は5年からここにかけて、プラスになってきている。70万1619円が日時損益で、月時損益は452万3863円になっています。で年利損益は1060万2030円となっております。ということで、ビットコイン、株式投資ともに今日は比較的調子が良かったということで、全体で言うと
まあ、昨日に比べると先ほど申し上げましたが100万円ほどプラスになっているということになります。まあ、ただ株式なかなか難しいので明日以降、まあ、今日の夜米国株から含めてどういう値動きをするのかまたちょっと非常に注視していかなければなりません。とにかく今米国株日本株も値が重いので、なかなか難しいですけども、あとはキャッシュをですね今1,100,000,200,240万ぐらい持ってますけれども、これをちょっとどう振り分けていくか、まあしばらくは240万キャッシュポジションで持っておくか、まあ日経は今日はプラス410円で終わってますんで、まあ比較的この調子で明日も上がってきてくれればまあいいにしようかなと。やっぱり最近は下がってきてたので、ここで購入していくのが大事かなという気もしています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。さよなら、さよなら。